皆さんどうも、キノピーです。いや皆さん、お久しぶりです。今日がね、9月8日の日曜日朝7時ということでね、今からちょっとね、東さんというね、まあ、ライズのキックのね、試合に出てる選手とね、朝一ランしていきたいと思います。じゃあ、行きましょう。いっす。妙典橋着きましたね。じゃあ東さんと合流したんで、今から走っていきたいと思います。じゃあ行きますか。はい、えいし。今ね、帰ってきてシャワー浴びて、で今からね、まあ、ご飯食べるとこですね。で今日の朝飯はキャベツとか見えてるかな、いろいろ入れた卵、鶏肉、豚肉、人参、玉ねぎとかもいろいろぶち込んだやつをポン酢でいきたいと思います。ナイスボディジャンプ、ナイスフック、いいね。イスナイスジャブ、ブロックいいね。ナイス右、いいね。ナイスフック、ガードガード。よし、やりやすか。よし、非常口。せい。大谷式ハッピーホップ。あ、どうした。いや、まあ、分からん。分かる人にしか分からない。いや、皆さんお疲れ様です。いや、今ジムから帰ってきてね、まあもう疲れた、やっぱアトラッシュ状態なんですけどね。まあね、ちょっとアイスを食べてちょっとゆっくりしたらね、まあ最近ちょっと僕ほんと体の動きが良くなってね、その重心移動が良くなってるんでね、最後ちょっとジム行ってちょっと会長にね、動き見てもらって、で今日はまあそんぐらいでね、終わろうと思います。じゃあね、ちょっとアイス食べてゆっくりしてまたジムに行こうと思います。です。Thank you.
よし、ホキーさんと合流したんで今から見に行きます。ちょうどあの皆さんおはようございます。今日はねお休みなんで、今からまあ動画編集して、でまあスーパーに行ってね、いろいろ買って、でまた編集して、で夕方ね、あのワンハートジムでね、まあ今日は定休日なんですけど、まあ会長のねご厚意でね、ジムを開けさせてもらえるんで、まあちょっとね元船橋ドラゴンの人たちとね一緒に練習したいと思います。じゃあ今日も頑張りましょう。皆さんお疲れ様です。さっきね、練習とホキーさんとあのフィジカルトレ終わってね、帰ってきて、であのシャワー浴びてご飯作ったとこっすね。で今日はね、もうなんか肉もりもり、これ見えるかな、これ肉もりもりと野菜もりもり、いろいろぶち込んだやつやつですね、やつ、いつも通りっすね。でね、まあマジで、ね、あのフィジカルトレーニングは最近週2でやってるんですけど、ホキーさんとバリきついんですよ、マジで。あの、ほんとフィジカルトレーニングの日になると、もう憂鬱なんですよね。うわ、あれやらんにいけんのみたいな。バリきついじゃんみたいな。
で、まあボクシングの練習だったらね、もうほんと楽しいんでね、おっしゃ、まあ今日頑張ろうみたいな感じなんですけど、もうフィジカルトレーニングもうマジできつくて、もう一人じゃこれ絶対できないと思ったんですよ、もう本当に。ただもうホキーさんがいるんで、もう頑張れてるみたいな。もう本当にあの仲間の力ってすごいですよね。もう一人じゃなくて、辛いことは誰かと一緒にやった方がもう頑張れると思うんですよね、ほんと。そういう意味ではもうほんとホキーさんもそうっすけど、あのリンさん、リンさんもね、もう一緒に頑張ろうみたいな、もうチャンピオンになるよみたいな、僕は MMA でチャンピオンになるみたいな、木下さんも練習したら大丈夫、強くなる、チャンピオンになるみたいな、もう一緒に頑張れるリンさんで、あと最近出会ったね東さん、まあ、東さんもね YouTube を通してね知り合うことができて、でねお互い頑張りましょうみたいな、でね、まあ、きついトレーニングね、まあ、走ってねランとかね、もう家も近いんで一緒にやらせてもらって、本当にね、本当だ、出会いに感謝っすよね。もう本当に支えられて僕も限界以上頑張れるみたいな、やっぱ人との出会いに感謝だなってね、今日本当ふと思いましたね。これ何の話でしたっけこれ。やばい。まあね、本当にジムの方ね、もう会長とかも本当僕を教えてくださる皆さんにね、まあ、感謝しながら、まあ明日もね頑張っていきたいと思います。まあ、今日はねもう食べてすぐ寝ようと思います。じゃあ皆さんおやすみなさい。なんか違和感ありますか、これ。いや、別にいい。あ、別にないですか。はい。金がんでます。